こんにちは。今回は純烈の新番組や今日から公開される映像に関連してプロレスとの縁についてなどをまとめていきます。みんなでコメント欄でやり取りをして盛り上がりましょう。外出自粛要請のもと自宅で待機しつつ番組にリモート出演したり、これまでは忙しすぎてできなかった家族との時間や趣味の時間を持ったりということをしつつも大打撃を受けている芸能界、同様にスポーツ界なども試合や大会どころか練習もままならないという状況に追い込まれている。その中で DDT プロレスは外出自粛の状況を受け、団体の公式動画配信サイトで5月1日から6月15日までの限定で過去10大会を順次無料公開すると発表した。多様な団体を運営している DDT ならではのバラエティあふれるラインナップになっており、ファンを喜ばせているが、その中には2013年5月29日に行われた純烈ミニライブ&路上プロレス in 宮地鉄工所も含まれている。ライブを行っただけでなく、なぜか勃発したプロレスに巻き込まれてしまうという驚きのステージは屋外の工場が会場。純烈がフォークリフトの荷台に乗って登場し、そのままトラックの荷台で至ったり、レスラーが乱入して戦いの中で石灰まみれになりながら最終的にボロボロの中最後にもう一曲歌うという驚愕の内容だ。プロレスラーが演歌歌手デビューしたり、演歌歌手がチャレンジ企画に挑戦したりといったことはあっても、なかなか接点のないであろうプロレスと演歌という世界をつなぐのはリーダー酒井和義の多様な経験だ。そもそもアクション俳優などを集めて結成されるという異色のグループである純烈。中でも酒井のプロレスラー経験は、ステージ上で歌を歌っている姿しか知らないファンからすれば全く想像もできない経歴だが、子役からプロデューサー、競馬評論家といろいろな経験を積んできた酒井にとっては、プロレスは貴重で特別なものであり、叶えたい夢の一つだった。役者としてなかなか芽が出ない中で、伝統的なプロレスとはまた違った新しい手法のプロレスにのめり込んだことから、歌手となった今でもプロレスに関わり、その役に立ちたいという思いがあるという。俺たちが紅白に出ることができたらマッスルに6月とからと、テレビ出演や各地でのコンサートなどに引っ張りだこで、超過密スケジュールな中でもどうにか予定を空けてイベントに出たり、逆に親交のあるマッスル酒井にコンサートで行う芝居の脚本を考えてもらったりと、その関係を続けているが、 NHK ホールでのリハーサルの後での囲み取材で酒井が集まった報道陣に対し、純烈結成前から応援してきてくれた人たちとやりたかったんですと話したように、恩返しの意味もあるというわけだ。酒井は2005年にマッスルで酒井和義 HG としてプロレスラーデビューを果たし、2010年のマッスルハウス10で引退するも、その後も
イベントにはたびたび出演し、昨年もプロレスイベントに参加。スキャンダルでメンバー脱退という苦境をバネにするどころかネタにして、新メンバーを決めるためのバトルロイヤルを行うというパフォーマンスを行ったが、プロレスラーとして活動していた酒井だけではなく、他の3人まで当然のようにリング上でパフォーマンスを披露したり、酒井の試合では3人が解説も担当するなど、ノリよく全員で参戦し、会場も大盛り上がりとなった。普通ならありえないステージもやるのが純烈の良さであり、そこから思いもよらない効果も生み出す。先日の路上プロレスも、実は数々のアイドルやミュージシャンたちも参加する大きなイベントへの出演をかけて行われたものであり、その結果純烈は見事にイベント出演を果たしているのだ。しかし、そんな純烈も、日本を取り巻く苦境の前には活動をやめざるを得ない。その絶望的な内情をわずかながら明かした酒井は、4月28日のグッドラック TBS 系に VTR 出演し、先月3月のライブの収入がゼロと現状を報告し、インタビュアーのこのまま無収入が続くと?という質問に、今は給料制だが、事務所に収入がなくなってくる。だんだんストックがなくなって、僕らの給料も止まる。と語り、1年間も持たない。そうなると、純烈は存続できない。でもそうはさせない、と固く誓っていた。ライブ後に女性ファンたちがメンバーとハイタッチや握手をするだけではなく、熱烈にハグをしたり、抱っこしてもらったりする様子も見られる純烈のライブはどう見ても3密で、それ以前に活動拠点であるスーパー銭湯などが軒並み休業してしまっているために活動のしようもない。苦節10年以上メンバーの不祥事脱退を乗り越え、昨年末は2度目の NHK 紅白歌合戦出場、大型フェスや歌番組の出演も相次ぎ、幅広い層に認知されていたが、残念ながら今は苦しい状況だ。しかし、そんな純烈が初のガチキャンプに挑むバラエティ純烈ドタバタキャンプが5月4日月曜日から7日木曜日の4日間にわたってチャンネル銀河で放送される。目的地、キャンプ道具の手配、現地での過ごし方、ロケの撮影許可など、企画の細部までメンバー自らが考えて決めるといい、日没までにキャンプ地で料理を手作りして、その一品を全員で味わうのが最終目的だというが、出発前に行われた作戦会議で大はしゃぎする4人が、YouTube 見ないの?と言い出す酒井に、ツッコミが入ったりと見どころ満載。キャンプ用のカジュアルな服に身を包んで、新曲愛をくださいどんというくらいをはじめ、純烈のハッピーバースデーや今夜はドラマチックを歌い上げる様子や、何気ないやりとりの中でメンバーたちの素顔が伺える場面など、ファン垂涎の4日間になりそうだ。まだまだ苦しい状況の続く中、総力を結集して乗り切ろうとする純烈。また元通りに戻れるよう応援していきたいですね。
今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やコメントをよろしくお願いいたします。